メロディーが聞こえる。カラコゼ変わったのは坂の上君の俺からのエールソングを I should be the one to 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 be the oneめちゃ人いいんですよ。マジで。考えられるぐらい人いいと思ってます。だから、いろんなバンドから、プロプスというか、賛同というか、本当、なんかあった時は力になるよって言ってくれるバンドが本当にたくさんいて、だから、これは何かお返し、俺らがこう通ってきた、まあ見えない道なんだけどさ、どうにかしてお返しできないかなと思って。来たる9月26日に6会場下北沢にてサーキットイベントやることになりました。サーキットです。あ、気持ちいいな。初めてやったんだね。なんか直前にえ、やる人ってさ、そういうのいるって言われて、いや、やるでしょ。やめろ、そういう話すんだ。ね、サーキットもうめっちゃバンド呼んで、もう後で SNS でもするんですけど、本当仲いいバンドとか、誰か一人だけ知り合いのバンドでもメイドインミーと一緒にやりたいと思ってるバンドとか、たくさん呼んで、すごいでっかい祭りにしていこうと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。おいで。はい、あと、そうですね、なんかいつか報われるかな、救われるかなとか言って、ただ漠然とでもバンドやってた部分があったんですけど、本当にいろんなご縁が重なって、この度、子供メンタルに所属することが決まりました。自主でやってる気満々だったんだけどね。きついっす、やっぱ。でもなんか一緒に協力してくれる人がいると、はい、より
多くの人に音楽を届けられるかなと思いまして所属することになりました、これからもよろしくお願いします。頑張っていきます。ありがとうございます。おいで。はい。え、忘れてた。じゃあ俺が言うわ。今年の秋に、ミニアルバムをリリースすることが決まりました。楽屋であんだけ3つな、3つなっつったのにこんなにね、なんかごめんなさいね、喜ばしいことが。そうですね、はい、ありがとうございます。頑張ります。なんか試験だよ、もっと試験だよ、なんかビジネスライクじゃないでしょ、もっとハートで。ありがとうございます。そうだね、まあ、今発表できたので、まあ、それが一つの節目として自分の中でこれが報われる瞬間なのかなと思ったんですが、やっぱこういう状況、このご時世の中でもこうやって応援しに来たり駆けつけてくれるみんながいる、まずそれがもう本当に何か報われるため、救われるため、誰かを救うためとか、ちょっと大義名分を用意しすぎる性格なもんですが、やっぱり今この目の前にいてくれるっていう、ただそれだけが俺にとっての本当の幸せなことなんだなって、今本当に、初めての感覚です。本当にどう伝えればいいのか分かんないから、鳴らせばいいんだよね、多分。ありがとう、本当に一応言葉でも本当に皆さんに感謝してます。ありがとうございます。仕事帰り飲んでたんだ、覚えてたんだよ私のこと。まだ終電あるから歩かない、飲みすぎたかもあるはずがない、少し気まずいね、気持ちはね、会話はなんだかんだ弾め。ゆっくり I'm gonna go to the hospital.
しかれて出会いだフェイリセンここにいるウォーキングフェイスウェイドバック染められたフェイリスクライダーに変わること一緒に勝手に出すなのに Thank you 君のこと先はあるのかまあ誰も知り合いじゃない話せることは僕はないだろうけどでも少なくもないどうせ片道だけのライブ寝静まる車内窓から一面に広がる車内同じ時代に生まれた奇跡を突っ立ってみてんじゃねえ EB